てみたら、なんであの入れ墨入れようと思ったんです？ノリじゃないですか、ノリ。ノリ、はい、で、その前科あります？前科ないですよ。前科ないです、はい、うん、ここの血管ってタコになってる？なってないですよ。なってない、はい、うん、まあ、いろんな人いるからね、うん、もう全部新しいゴミ袋を入れた方がいいね。あ、炙りじゃならないです。どこにあるの？ダサいな、いや、若気の至りとかね、まあいいよね。東の一番下です、うん、俺は若気の至りじゃありません、うん、中二の頃に付き合ったまなみちゃんのために入れました。長くないですか、体温計。うん、10分待ってな、まなみちゃん、初めて付き合った子ね。ゼラム前回あったっけ？ない、うん、じゃあ花さん、コメントした？しました。もう一回してあげて、した方がいいで、うん、なんか薄くなってない？あ、気づいた？俺一回ね、レーザー消しに行ったんだよ。バチン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 って16発でもね、消えなかったね、うん、かっこ悪くて。あ、まあ、でもこれ入れといて。痛いよ、入れる時より痛いよ、うん、うん、だから3回ぐらいかかるらしいね、あまりにも痛すぎて、うん、皮膚麻酔とか、まあちょっとした塗り薬みたいなもんで、あ、効かないよね、うん、表面麻酔みたいな、うん、なんでこんな無能呼んだ。俺も無能だった、誰もがそう。パルパルだってそう。ツイキャス始めた頃は閲覧10人とか、そっから始まってるから、うん、どうなるか分かんないですよ、原さんも、うん、みんなそうだからね、初めは。そこはバカにできないよ。誰だ誰だって、誰だお前、誰だお前、いらないいらないって言われて変わっていくからね、うん、俺も初めはね、金梅さんもんじょりとかって言った時喋れなかった、一言も。コメントした、原さん。ありました。あ、この人です、うん。体温計鳴ったらしいですよ。聞こえましたね、うん、全然聞こえない。リスナーがね、聞いてる。何度ですか？6度3です。6度3分、OK。じゃあ、マリオ選手、はい、測ってください。はい。うん。で、マリオ、終わったら消毒して保管しといて。はい。うん、今あるんですか？なんかあるでしょ、濡れしぼみ。うん。食えねえな。お着物時代。今でも結構お着物だからね、大人数は。意外にマリオ強い。いや、見たことないからね、うん、この前ペヤングで初めて見たかな、2個食べてるとこ。あれ結構根性あったけどね、うん、緊張してるんじゃない、うん、それ緊張するよね、いきなりね、うん、何名？目標は、最終的な目標は8人。うん、8人、8人だけだね。もうそれ以上は増やさない。8人まで増やす段階に行ったら、多分あとは一般募集とかでやるんじゃない？うん、ライバーは8人だけ。そう、イメージはね。
さゆ飲むと体温まり、ラーメンのスープ飲ませました。うん、今震えどうです？ちょっと収まりましたね。ちょっと収まりました。ラーメンのスープ効いたかな。うん、がっつり和彫りだね。ここ、ここ丼入ってるの原さん。腕だけ、一応胸です。胸だ、丼入ってるんだ。ただ、色入れてないんで。色入れてない、筋彫りだけ。そうす。あ、俺も彫り師とか知り合いいるから、わかるんだ。だいたい聞けば、うん、あー、うん、で、いるから、いっぱい、うん、卒系の、界隈の人。あーね、うん、ちなみに香川さんとかぎっしり入ってるからね。知ってた？うん、香川。あ、知られてない。知ってる？うん。はい、エース。感謝です。配信で、いやもう出回ってるよね。うん。パルワクしないから寝ますっているわ。パルん、パルワクしないから寝るっていう人いるわ。おやすみ。コメント拾っちゃうわ。うん、うん、また明日エンドニュースやるから来てね。新八丁も新ちゃんもそうなの、うん、どうなの実際。かっこいいの入れ墨って、うん、俺は入れないよ。入れたいとは思わないよ。その燃焼リングはなんで入れたの、うん、これは若気の至りだけど、かっこいいの、うん、理由一緒じゃないの。燃焼リングとタトゥーはかっこいいから。やっぱこうやってバーって入ってたらかっこいい女の人。うん、ね、まあ、俺の持論だけど、タトゥーとか入れてるじゃん、若い頃はいいよ、うん、でも年取った時がすごくなんか哀愁に漂うっていうか。あーね、あ、どっちでも気にしない。うん、で和彫りかっこいいじゃんね、和彫り、うんうん、でも俺はね、今の元カノに絶対入れないでって言われた。やめてって。入れたら別れるぐらい言われたよ。へー、うん、俺も結構中二病だからそうやって言うんだよ。うん、うん、島田紳助とかも背中入ってるからね。あ、そうなの。清原とか知らんかった。それは知ってる、みんな。うん、つながり深い人は結構入ってる、芸能人の背中って見せなくていいじゃん。背中に入ってる芸能人いるよ結構。うん、この裏とつながりがね、熱い人は。うん、全然知らんかったわ。博識だね。うん、清原消してたら加工じゃない、多分動画編集だと思うよ。うん、ちなみに K1 ってダメだから、 K1 もね塗るんだよ。知ってた？ K1 選手とかって、あとボクシングとかってスプレーで塗るんだよ。で肌の色にするの。あ、そうなんだ。うん、で芦沢流星とかも全部スプレーで隠してるんだよ。うん、博識だね。で日本のボクシングも禁止だからね、一応。ダメなんだ。そうなんだ、うん、海外の人やってるじゃん。海外は良かったりするけどね。うん、汗で取れないやつがあるんだよ。井岡もそうだよね。うん、井岡も、うん、レロワン悪いこと言わない。こいつ本当に普通じゃないよ。しびれるよね。普通じゃないの、うん、タバコは吸うんですか。はい、タバコは吸います。吸います。タバコも吸ってくださいね。ご飯無理してる、残していいで。うん、無理して食わなくて。うん、みんなマリオでいいよね。俺がやっちゃうと多分弱いもにじみになっちゃうね。うん、うん、どれぐらい強いか分かんないけどね。それ失礼だけど、うん、ペニーも結構でかいからね、あれ175ぐらいあるんだよ、あれ。でかいよ、あれ。うん、
結構イケイケでしょ、あの人も。俺がデカすぎるんだよ、ちなみに。いただきました。いいっす、いいっす。で、マリオちょっと食うの遅いから待ってね。食うの遅いんだよ、マリオって。お金に困ってるんですか？何ですか？お金に困ってます？いや、そんなことはないです。そんなことないです、はい、帰りはちなみにどうやって帰るんですか？バイクです。バイクで帰るんだ。あ、ゴミこっちですね、ゴミ、ゴミは。ちょっと Wi-Fi 切るで、みんな電波悪くなるよ。ここで1分我慢して。1分くるくるするけど枠にいたら治るからね。みんなバタバタしちゃうけど、 Wi-Fi 切ったら大丈夫だから、すぐ戻るから。ちょっと太りすぎじゃないですか。途切れちゃうよね。原チャリですか？ビッグスクーター？単車？原付です。原付？はい、原付は死は、すごいな。車の免許あるんです？あります。行くで。行くか。大丈夫？パル。うん。頼んで。よし。これがいい、ちょっとカメラ。これで。これでカメラお願いしようか。アングル前から。外カメで。じゃあ。うちのマリオの初試合だね。メロリス天候だ。よし、展開作りに行くか。今月初めての展開だね、マリオさん初試合。じゃカメラマンパルパルにお願いする。今から俺ちょっと原付乗るから、ちょっと乗らせてもらっていいですか？やつ、借り物で。うん、借り物なんですよ。うん、いや、コールしなきゃいけないから、俺もコールのコーナーあるから、それやらせてもらわないとダメなの。お決まりなの、それコールのコーナーあるから。原付ってあれですよ、元々の同僚の、今職場で使っているらしいもので。保険が効かないってこと？そうそう、そのまるし事故らないから大丈夫だよ。窃盗者じゃないよね、この年で。大丈夫だよ、大丈夫だよ、これ免許あるから。うん、免許あるもん。の無免許で乗ったりしないからね、絶対。大丈夫だよ、免許証持たないと。俺リュックがないんだよ、昨日から。あ、トイレ行くとき財布がないんだよ。財布がない。うん、財布あるよ、ここに。財布ある。これゼロの財布は全部覚えてるから、場所。で、お金下ろしに行かない。うん、で、マリオにお金俺払わないかんとかあった？長いよ。じゃあ、どうぞ行ってもらって、原さん。コールのコーナーなんで。はい、ボクシングロー、これこれまた戻ってきますよね。うん、うん、はい。で、服着てっていいよ、サブガレでしょ。はい、ジャンバー着てきな。いや、ゼラの財布は全部把握してるよ、俺は。どこの置いてるか。体重は何キロあります？さん、僕の体重は80。通帳の置き場所も知ってる。30キロ差か、きついな。やるか。マリオ、練習してるだろ。はい、間合いだよ。間合いですね。俺ビビってないでしょ。はい、ビビってない。ビビったらやられてんの。わかりました、アホが。さあ行くよ、マリオ。行って先に、ケツから追うから。
これ映る、これ暗すぎて大丈夫。それコール、あ、ありやす、猫さん、おべ、コールのコーナーなんでね、ちょっと目が悪くて。あ、了解っす。よっぽど原付を貸したくないんだろうね。絶対に映すなって言ってるから。ワンちゃん盗難車あるよマジで。大丈夫か。映すなよ。うん、まあ一応な。いや、原付きってのはまだリアルじゃん、車じゃなくて。公園っていうのはあの右の方かな、でかい公園。いや、あるよ、だって原付きここに止めてるのか。うん、こう、あのコールのコーナーです。ちょっとオレンジの違いに移動するわ。ほらさ、もうダメだから。ああ、なるほどね、うん、初めて見たこんな原付き。ヘルメットはいらないの？ヘルメットいらない？3人だから。3人っていらないの？いらないです。うん、三輪だって。おーおー。下げれば、はい、めっちゃかっこいいじゃん。上げると、いいよね。単車っぽく見えるわね、ちょっとね、このカバーとか前の。これは、あ、いいね、出てるよスピード、速い。大丈夫、これ速すぎるわ。回るで。ああ、いい感じ。出れない、どうすんの、どっから出んのこれ。足届いてるね、大丈夫。おいね、出てる出てる、ちゃんとねスピードは守ってます。コールはね、ちょっと待ってください。見たことない、こんななんか振りをぶってるやつ、こんなバイクで。おお、おお、さすがに追いつけないわ。ナンバー映せないんだね。あ、ここで止めてるってね。はあ、かっこよかったよ。リスナーさんめっちゃ湧いてた。ああ、もっとね伸ばしてほしかったけど、ああ足りなかった、尺が。行くか。いや、コンビニに下ろす。お金入ってないんですよ。あ、いいよ。
また今度おごって。大丈夫、パトカー鳴ってるな。うん、来た。もう警察来たら切るよ俺。映さないようにするか。原付り、原付だって原チャリだよ。ああ、俺も免許取りに行くか、原付きのために。原チャリだって、3人でね。盛り上がるこれ、うん、車の免許取らない。原付きはだって5000円取れるんでしょ免許。なんでビビってんのお前、やるんだ今から。うわ、なんでビビってんの。いるわこういう先輩、施設にいた。距離ビビって、こういう先輩距離一番苦手なタイプ。うん、自分の強さ。あ、ちょっとバカ、かまさないと。いや、ええかまさないと。いや、負けるわ。じゃあやるか。じゃあ時間ないもん。うん、いじめになってもいいから。危ない危ない危ない。端っこにね。そうそう、行きがりタイプ先輩よ。川西パイセンス。いつ買うか。うん。俺いらないから、日本、俺いらないからね。先生いるよ、こんな先輩だらけだよ。縦社会だから。もうゼロはね、中学生のノリみたいなもんがあるかな。で今ね、原さんっていう方とマリオくんがスパーリングします。俺大丈夫、体冷えてないです。大丈夫ですか。いや、ありました、3枚ぐらい。あ、大丈夫、はい、ならいいけど、うん、身長は原さんの方がでかいんですよ。マリオくんは体重がある。マリオくん体重何キロっす。185。 85。 400円。これ忘れた、出たわ、うん、病気かもしれない頭の、大丈夫。こっちの近い公園行こうか。うん、どうぞ。まあおケツから追うんで。まあ、これはね、面接みたいなもんですね、ワンライブの。どれだけ根性があるかと。あ、地下公園。お疲れ様です。はい、出ます。ワンラウンド5分ですね、一応設定設けてるのは。で、ゼロワンが審判入ります。原さんは何者か。たまにやる配信者で、今配信に命かけようとしてます。暗いとこじゃなくてね、明るいとこで。あー、思い出してくる。タクシーのやつが、うん、川西に鉄道を挑んできてね、うん、時間指定してきて、うん、よく乗り込んでたわ。マジ。相手10人こっち2人ダチと、うん、本当かよ。で、タイマンで切りつけて、うんうん、彼ね、これあるんですよ。じゃあ、ウォーミングアップしよう。ちゃんとそうっすね、スポーツだから急に体動かすと怪我しちゃうんだよ。はいはいはい。じゃあいつものいい、これやる。経験するか。ラジオ体操やる。ラジオ体操やるか。
俺やるわ、ちょっとそれは。うん、自分のアングル分かってるから。あ、やば。流すの？うん、ちょっと待ってね。ごめんね、ちょっとブレちゃって。準備体操大事でしょ。うん、で携帯に近づけて音楽出すから、そんな騒音じゃないからね。よし、不足なんで2人ボクシング、あのグローブつけてもらって、で簡単にね相手してあげて、パルはあの原、俺マリオ相手するから、その雰囲気だけで、うんうん、軽く原さんちょっとパルパルで、はい、簡単にね形だけね、うん、それちょっと 2,3 分しよう。 2,3 分して、まあまあもう3分ぐらい休んでからまあやろうか。器用なことできないんで、うん、原さん、この背中をサンドバッグカーディングやってください。もう本当にいいんですよ。じゃあ最初からいくよ。はい、大丈夫です。顔これぐらいだね。いや、こういう感じでくる。大事に足りないね。おい、足りないですね。見えるか。これ、なんか肩をしっかり、あ、ちょっと待って、あ、強いわ。